入木聡さんが交通事故で死去、55歳、兄弟投手、で話題。2001年のツバメ優勝に貢献。10日、宮崎、都の城市内で交通事故のため死去。オリックスは11日、入木雄作投手コーチの実刑で、元プロ野球選手の入木聡さんが10日に宮崎県都の城市内で交通事故のため死去したと発表した。55歳だった。入木聡さんは鹿児島実業から社会人の三菱自動車水島を経て1989年ドラフト6位で近鉄に入団。1996年途中に交換トレードで広島に移籍も、同年オフに近鉄へ復帰し、1998年オフには巨人へ移籍した。当時巨人には入木雄作投手がおり、兄弟選手が同時に同一チームに在籍して話題を呼んだ。2001年にはヤクルトへ移籍し10勝をマークし、日本一に貢献。オールスターでは兄弟リレーも実現した。2002年オフに戦力外通告を受け、その後は韓国、台湾でプレーし、2004年を最後に現役引退した。NPB 通算成績は214登板で35勝30敗にセーブだった。オリックスの発表によると、死因は交通事故による重傷頭部外傷。通夜は12日午後5時から、葬儀・告別式は13日午前11時から平成会館、宮崎県都城市高尾 1-23-19 で行われる。入木聡さん事故死通行人、旗の中に車が落ちている。50代ぐらいの男性に意識ない、と110番。近鉄、巨人などで投手として活躍し、NPB 通算35勝をマークした入木聡、さんが10日に交通事故のため死去したことが11日、分かった。宮崎県都城市出身、55歳だった、NPB で最後に所属したヤクルトが発表した。交通事故で亡くなった元プロ野球選手の入木聡さん。現役引退後、介護士として故郷の宮崎県都城市で生活していた。事故は10日午後9時50分ごろ、都城市の野々見谷町の信号のない交差点で発生。ジュライさんの運転していた軽自動車が都内在住団体職員の男性33の乗用車と出会い頭に衝突し、軽乗用車が衝撃で近くの畑に落下。スポニチ本市の取材に応じた都城署によると、乗用車がぶつかったのは、ジュライさんが乗っていた右側運転席で、軽乗用車は全部オーソンで大破していた、という。近くを通りかかった人が、旗の中に車が落ちている。50代ぐらいの男性の意識がありません、と110番通報した。ジュライさんは病院に運ばれて午後11時45分頃に死亡が確認された。軽自動車と乗用車同乗者にはそれぞれ一人の同乗者がいたが、共に軽傷だった。乗用車を運転していた男性に怪我はなかった。現在、事故原因について捜査中。男性が通った道路には一時停止の標識と停止線があったという。ヤクルトの発表によると、死因は交通事故による重傷頭部外傷。また、通夜は12日午後5時から、葬儀・告別式は13日午前11時から平成会館、宮崎県都城市高尾 1-23-19 で行われ、父・鬼門さんが喪主を務める。プロで投手として活躍、入木聡さん交通事故辞にネットも衝撃、嘘だと言ってくれよ、人生駆け抜けるのが早すぎる。プロ野球の入木聡さんが10日夜、出身地の宮崎県都城市内で交通事故のため55歳で亡くなったことが11日、地元テレビ局で報じられた。弟の雄作さん、50、イコール現オリックスコーチイコールとともに、入木兄弟、として話題になったジュライさんの訃報が伝えられると、SNS でも、嘘だろ。嘘だと言ってくれよ、近鉄を皮切りに日韓大の6球団でプレーした入木聡さん。人生駆け抜けるのが早すぎる、などの衝撃が走った。報道によると、ジュライさんは介護士をしており、運転していた軽乗用車が信号機のない交差点で乗用車と出会い頭に衝突。病院に搬送されたが2時間後に死亡が確認されたという。コメント欄には、記録した数字、日本韓国台湾14年間で通算46勝、以上に闘志あふれる投球数。